神秘に包まれたガブリエルアーク。2015年メッカで発生したクレーン事故は多くの犠牲者を出しましたが、その背後には想像を超える発見がありました。作業員たちが偶然発掘されたこの古代の箱は、何千年もの間人類の目から隠されていた秘密を内包していたというのです。今回はこのガブリエルアークが持つ意味、そしてそれが今日の私たちにどのような影響を与えるのかを探ります。天使ガブリエルが運んだとされる重要なメッセージとは一体何なのでしょうか。ぜひ最後までご視聴お願いします。もちろん当チャンネルでの見解ですので、一説のエンターテイメントとしてお楽しみください。それでは行ってみましょう。かつてない事件が世界を震撼させました。2015年9月11日、メッカの聖なる地、マスジドハラームで、突如として巨大クレーンが激突。この事故では108人が亡くなり、230人以上が負傷しました。この悲劇の背後には、ただならぬ謎が隠されていました。基礎工事中、作業員たちが発見したのは、ただの箱ではなく、古代からの神秘的なメッセージを秘めた物体。それがガブリエルアークと呼ばれるものだったのです。今回はそんなガブリエルアークの発見が世界に何をもたらすのか、その全貌を解き明かしていきます。ぜひ最後までご視聴お願いします。もちろん当チャンネルでの見解ですので、一説のエンターテイメントとしてお楽しみください。それでは行ってみましょう。ガブリエルアークの封印解除。かつてない出来事が聖なる地メッカのマスジドハラームで起こりました。2015年9月11日、巨大クレーンが突如激突し、少なくとも108人が命を落とし、230人以上が負傷するという大惨事が発生しました。大巡礼を控えた緊張感ある時期に大規模な拡張工事中の事故は、世界中のイスラム教徒に衝撃を与えました。この悲劇の背後には何かが隠されているようでした。作業員たちは聖モスク近くの基礎工事中に、地中から奇妙な四角い箱を発見しました。この箱は鉄のような硬さの素材でできており、まだ半分ほど土中に埋まっていました。誰もがその神秘的な外観に魅了されましたが、その正体はガブリエルアークと呼ばれるものでした。このアークは聖なる神殿の真下、天使たちが神を礼拝していたとされる場所から出土したのです。アークが発見された瞬間、作業員の一人が箱をこじ開けようとしましたが、突如として強力なエネルギーが放出され、作業員は空中へと飛ばされました。この力の衝撃で、重さ数十トンのクレーン車までもが転倒し、モスクに直撃したのです。現場は完全に混乱し、閃光がモスクの外でも目撃され、巡礼者たちはパニックに陥りました。この事故は人間の力を超えた事故として、サウジアラビアの建設会社の技術者たちによって語られました。彼らはクレーンの異常な振動と突然の転倒を経験し、その原因が神の行為であるとしか考えられなかったのです。この一連の事件を受けて、イスラム教の二大聖域の代表たちはサウジアラビア政府に相談しました。彼らはガブリエルアークが再び地中から姿を現したことを重く受け止め、これがもたらす可能性のあるさらなる血の争いを避けるため、古代コーランの写本を保管するロシア正教会と密かに連絡を取ったといいます。残された経典とアーク、聖なる遺産の旅路。世界の宗教史においてひときわ異彩を放つのが、イスラム教が聖典と仰ぐコーランです。この聖典は唯一神アッラーからの啓示を大天使ガブリエルを介して受けた最後の預言者ムハンマドによって伝えられました。ムハンマドは筆識字であったため、啓示は口述され、信者たちが夏目足の葉や羊皮紙に記録しました。しかし
時間が経つにつれて地域ごとの方言や解釈の違いによりコーランの内容に変更が加えられることが増え、結果的に現在のコーランが編纂されることとなりました。ムハンマドが生前に語った啓示が記録されたものはこの物語で言及されている古代コーラン写本です。この貴重な文書は長年にわたり様々な戦いの中で多くが失われました。1204年十字軍が東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルを占領した際、キリスト教の大聖堂であるハギア・ソフィアから多くの聖遺物が奪われました。しかし古代コーラン写本は東方正教会から独立したロシア正教会が保管していたために略奪を免れました。このコーランはそのオリジナル言語であるアラビア語でのみ認められています。その言葉は神の言葉であり、人間の言語とは異なるとされています。ロシア正教会はこの神秘の箱が伝説のガブリエルアークであることを理解していたに違いありません。このアークに関する状況はサウジアラビア政府との会談を経て、ロシア正教会代表のキリル総主教からロシアのプーチン大統領へと報告されたといいます。報告を受けたプーチン大統領は南極にいたロシア海軍の調査船アドミラル・ウラジーミルスキーをサウジアラビアへ派遣し、ガブリエルアークを南極へ運ぶよう指示しました。この重大な作戦が金曜宗教軍と呼ばれるようになったのです。この一連の出来事はただの偶然の一致ではなく、数千年にわたる信仰と権力の交錯の結果と言えるでしょう。秘密の護衛、ガブリエル・アークの南極港。2016年2月、一つの異例な事件が世界の注目を集めました。ロシア海軍の太陽研究調査船アドミラル・ウラジミルスキーが航海のジェッタ港に入港したのです。表向きは乗組員の休息と物資補給のためとされましたが、背後には何か大きな動きがあると多くの人々が感じざるを得ませんでした。その理由は船が再び南極へ向かって出航した後、インド洋に入るや否やソブレメンヌイ級駆逐艦やミサイル巡洋艦などの戦闘艦船が現れ護衛を開始したからです。さらに軍事衛星までが上空に移動し、その動きは明らかに通常のミッションを超えた何かを示唆していました。同時期、歴史的な出来事がもう一つ発生します。ロシア正教会のキリル総主教とローマカトリック教会のフランシスコ教皇がキューバ国際空港で会談を行ったのです。この会談は約1000年にわたる両教会の分裂を象徴するものであり、世界中でに報じられました。会談の背後にはガブリエル・アークと呼ばれる伝説の遺物が関与していると考えられます。このアークは聖モスク・マスジド・ハラームの地中から発掘され、超自然的なエネルギーを秘めているとされています。この力の大きさを知るキリル総主教はロシア海軍を動かし、アークを安全な場所へと運び出す決断を下したのです。アークの取り扱いには旧約聖書に登場する契約の性質アークと同様に特定の手順が必要だとキリル総主教は考えていたでしょう。契約の性質アークはその力を利用してイスラエルの民が数々の奇跡を起こしましたが、不適切に扱うと大きな災厄を引き起こす危険も伴います。南極でキリル総主教が行ったのはロシア正教会初の礼拝であり、それを行ったのはスペツナズと呼ばれる特殊任務部隊の兵士たちでした。彼らはこの極秘プロジェクト金曜宗教軍の一環として派遣されており、その存在がガブリエル・アークの極めて重要な性質を物語っています。しかしなぜ南極かという疑問は残ります。それに対する答えは聖書に記された契約の性質との比較からヒントを得ることができるでしょう。契約の性質アークとガブリエルアークは共に神聖なる力を宿していますが、その取り扱いには神の厳しい指示が伴います。旧約聖書では契約の性質を運ぶ際の具体的な手順や祭儀に使う祭服、そしてアークを安置する場所まで神が詳細に指示を与えました。
これによりアークを通じて神の意思が表現され、イスラエルの民は神との契約を体現しました。ガブリエルアークもまた特別な取り扱いが必要であることが示唆されています。その強大なエネルギーが適切に管理されなければ大きな災害を引き起こす可能性があるため、その保護と管理には極めて慎重なアプローチが求められるのです。南極という人里離れた地を選んだのは、このアークの力を人間界から遠ざけ、不用意な触れ合いから生じる危険を最小限に抑えるためでしょう。また南極は国際的に中立的な地であり、どの国にも属さないため、このような重要な生遺物を保管するには理想的な場所といえます。さらにこの極秘の輸送プロジェクト、金曜宗教群が実行された背景には、キリル総主教とフランシスコ教皇の歴史的な会談が大きく影響していることが推測されます。両教会の首脳が会談を行ったのは、ガブリエルアークと古代コーランの写本をめぐる情報共有と宗教間の和解と協力を深めるためかもしれません。このようにしてガブリエルアークの南極への輸送は、ただ単に地理的な意味だけでなく、宗教的、政治的な意図をも含んでいたと考えられます。アークが今後どのように扱われるかは不明ですが、その存在が今後も多くの人々の間で話題となることは間違いありません。モーセアークとガブリエルアークの謎。コーランには契約の性質についての記述があります。その一節では、彼らの預言者が言いました。彼の王権の印として、契約の箱があなた方に届けられるでしょう。その中には、あなたたちの主からの聖音サキーナがあり、モーセ家とアーロン家の遺品が含まれています。これを天使たちが運んできます。信じる者にはこの中に確かな印が見られるでしょうと語られています。この契約の箱は、私たちがモーセアークと呼ぶものです。このアークには実戒が刻まれた石板とアーロンの杖という遺品が収められているとされています。一方でガブリエルアークについては、その中身や具体的な素材については不明な点が多いです。モーセ、アークが金の装飾が施されたアカシア材で作られているのに対して、ガブリエルアークは鉄のような硬い素材で形成されており、外見上でも大きな違いがあります。さらにモーセアークは持ち運びが可能な設計であるのに対し、ガブリエルアークは地中に埋めるよう指示があったとされ、その目的と使命においても根本的な違いが見受けられます。いかがでしたでしょうか。ガブリエルアークとモーセアーク、2つのアークが語る神秘の物語は、私たちの信仰と科学の境界を問い直します。天使たちが運んだとされるこれらの聖なる遺品は、ただ過去の遺物ではなく、現在も私たちに深いメッセージを投げかけています。ガブリエルアークの力が封印された理由、その力がもたらす可能性について、これからも注目が集まることでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。古代から伝わる2つの神秘的なアーク、モーセアークとガブリエルアーク。これらのアークは、世界の終末と新たな始まり、すなわち再生を象徴していると言われています。モーセアークはイスラエル十二支族に、ガブリエルアークはイシュマエル十二支族に与えられたと伝えられています。これらのアークは、それぞれが起源となる宗教の核心部分を形成し、終末の日に重要な役割を果たすとされているのです。ではこの謎のアークとは一体何なのでしょうか。今回はこれらの聖なるアークがどのようにして終末の予言と関連しているのか、その深い意味に迫っていきます。ぜひ最後までご視聴お願いします。もちろん当チャンネルでの見解ですので、一説のエンターテイメントとしてお楽しみください。それでは行ってみましょう。
終末と再生の序章、アークの運命と宗教の教義。古の時代より語り継がれてきた終末の予言、それは旧約聖書のページにも記されています。アブラハムの孫でありイサクの息子ヤコブは後にイスラエル民族、ユダヤ民族の父とされ、彼の12人の息子たちはイスラエル12氏族の始祖となりました。この血脈からはモーセやイエスといった偉大な指導者たちが誕生しました。一方、アブラハムとエジプトの奴隷ハガルの間に生まれたイシュマエルはアラブ民族の父とされ、彼の12人の子供たちはイシュマエル12氏族の祖となり、この系譜からはムハンマドが現れました。これら2つの系統はそれぞれモーセアークとガブリエルアークを授かりました。ユダヤ教とキリスト教、そしてイスラム教は異なる宗教でありながら、世界の終末と最後の審判について深いつながりを持っています。コーランに記された終末の日は突如として訪れるとされています。大王アレキサンダーによって作られたとされる鉄の壁が崩れ、長い間閉じ込められていた巨人たち、ゴグとマゴグがこの世界を大波のように荒らし始めるのです。これにより神が作った七つの天は揺れ、星々は光を失い、山々は崩壊し、地上は海に覆われます。そして人類は混沌とした状態で滅びていくのです。この終末後には最後の審判が始まります。ラッパが二度鳴り響くと、天使たちが人々の善行と悪行を記録した本を開き、その重さによって人々の運命が決まります。この最後の審判で重要な役割を果たすガブリエルアークについては、新たな始まり、すなわち再生を意味するものと考えられています。キリスト教においてはヨハネの黙示録によると、終末は突然ではなく段階を経て訪れます。七つの封印が解かれ、七人の天使がラッパを吹き鳴らし、七つの鉢が地上に投げられることで徐々に終末へと進んでいくのです。これらの教えが示すのは、いずれもが終末後の新たな始まり、再生を予言しているという点です。これらのアークの役割が南極に秘められた真の理由であり、世界の歴史において重要な役割を担っているのではないでしょうか。アルザル異世界の巨人とバード少将の遭遇記。北極には不思議な話があります。1947年、北極で展開されたオペレーションハイジャンプの最中、米軍のリチャード・E・バード少将がまるで別の世界に迷い込むという脅威の出来事が起こりました。この異世界アルザルは、地球の磁力線が交差する点でプラズマが発生し、形成された空間に存在する天体とされています。バード少将がアルザルに最初に足を踏み入れた時、彼は北極点を通過していたそうです。白く輝く霧が晴れたその先には、豊かな緑が生い茂る未知のジャングルが広がっており、そこには絶滅したはずのマンモスが生息していたといいます。さらにその地では絶滅種とされるサーベルタイガーも目撃され、謎のアルザル人の存在も確認されています。しかしバード少将が目にした最も驚くべき光景は、ジャングルの木々にも届くかのような巨大な巨人の姿でした。この巨人はまるで古代の神話に登場するような存在で、そのサイズと風貌は今までにない衝撃を与えました。バード少将が撮影したとされるフィルムは、アルザルの存在とともに地上に巨人族が存在したかもしれないという証拠として今も高い関心を集めています。この異世界での遭遇は単なる探検以上の意味を持ちます。もしバード少将が目撃した巨人が旧約聖書やコーランに記される古代の巨人族の末裔であるならば、これまでの歴史観を根底から覆す発見となるでしょう。アルザルへの突入と探索は未知なる世界への扉を開く鍵となりうるのです。地底世界アルザルの謎と地上の未来。古代の文献に記された巨人の伝説が現代の科学的発見と交差するとき、新たな謎が解き明かされます。
コーランによると、巨人は山あいの鉄壁に閉じ込められているとされていますが、この鉄壁は地球の地磁気と磁力線が密集する地底世界、アルザルを指しているのかもしれません。地球の磁力線は南極から北極へと大きな弧を描き、この線が重なることで発生するプラズマが亜空間、アルザルを形成するとされています。ヨハネの黙示録とコーランは共に終末時に起こる天変地異を予言しておりますが、もしアルザルで大規模な動きがあれば、地球上にどのような影響をもたらすのでしょうか。最も懸念されるのはポールシフト、つまり地球の極の移動です。この現象は過去に何度か発生しており、地球内部の活動が原因であると考えられていますが、その詳細は依然として謎に包まれています。南極がかつて温暖な亜熱帯地帯だったという事実は、この地が超古代文明の舞台であった可能性を示唆しています。2017年、NASA の極地氷調査、アイスブリッジ作戦によって、南極の厚い氷層の下からピラミッド状の構造物が発見され、さらに多くの建造物が存在する可能性が示されました。これは南極が氷に閉ざされる前に、すでに文明が存在していたことを示唆するものであり、今後の調査によって人類史が覆されるかもしれません。このように、地底世界アルザルの存在が示唆される発見は、我々の歴史観や地球に対する理解を大きく変えるかもしれません。アルザルの謎が解き明かされる日は、新たな歴史の始まりを告げる瞬間となるでしょう。極地のピラミッドとポールシフト、ガブリエル・アークの伝承。終末のシンボルであるモーセ・アークが壊滅を象徴しているとすれば、復活の日を迎えるジブリール・アークは再生を意味するかもしれません。ロシア政府が極秘に進める緊急宗教軍プロジェクトは、この再生を象徴するガブリエル・アークを南極に運んだとされています。この神聖なアークを南極のピラミッドに収めたのは偶然ではなく計画的なものだと思われます。ガブリエル・アークについて祀るという表現が適切かは定かではありませんが、天使が神を礼拝していた場所の近くに埋めるようにという指示があったといいます。この指示とイスラム教最高の聖地カーバ神殿に関連する発見があったことから、ガブリエル・アークは聖なるものとしての意味合いが強いことが感じられます。南極大陸で発見された数多くのピラミッドが古くから聖なる場所とされていたのもこの理由からかもしれません。ポールシフトという混沌とした変化が世界を覆い尽くした後訪れる復活の日には、ガブリエル・アークがキーとなるでしょう。氷に閉ざされた南極のピラミッドがこのアークの力によって長い眠りから覚醒する可能性があります。この時イスラエル十二氏族に与えられたモーセアークとイシュマエル十二氏族に与えられたガブリエルアークが、まるで月と太陽が一つに融合するかのように、その力を合わせる瞬間が訪れるかもしれません。この極地のピラミッドとポールシフトが織りなす物語は、世界の新たな始まりを予感させるものです。人類がこれまで知らなかった地球の奥深い秘密が明かされる日が近づいているのかもしれません。いかがでしたでしょうか。ガブリエル・アークが南極に運ばれた理由は、ただの偶然ではありませんでした。これは再生の象徴として、新たな時代の幕開けを告げる重要な役割を担っています。終末と再生の物語は、私たちが考える以上に、人類の歴史と密接に関連しているのかもしれません。ガブリエル・アークが持つ深い意味について少しでも感じていただけたでしょうか。この古代の遺物が現代によみがえったことは、私たちが過去とどのようにつながっているか、また未来へどのように進むべきかを考えさせられます。ガブリエル・アークの物語は単なる古い箱の発見以上のものです。それは人類の信仰、科学、歴史が一点で交わる瞬間を示しており、その解明が今後どのような新たな理解をもたらすか、非常に興味深い問題なのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったら
いいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。